なんでパンしたんだろう。なんであいつパンしたんだろう。あ、俺は回せってことじゃない。ひださん顔しか映ってない。感じましたか。パンチ3発、3発の計6発打ちました。わかりました。気づかなかった。気づかなかった。ウェイトです。ということでですね、今日はですね、あのコメント欄に胸椎ボキボキ講座で胸椎の上の方がようわからんと。もっと教えてくれと。欲しがりです。欲しがりです。まあ、ユータもね、じゃあお金くださいっていう話になりますけど、まあ、私はね、もう無料でできる限りは教えたい。なぜならば、おそらくですけども、その方はですね、ボキボキ整体師なんだと思うんですよ。もしくはボキボキしたい整体師なんだと思うんですよ。だったら、できる限り無料で教えてあげたいですよね。なんでこうねじってるかっていうと、こうして、パーン今のは普通に打ちました。ウェーブじゃありません。わかりますか？違いわかりましたか？殴りたかっただけなんだな。そうそうそう。ガキスカチラッと見ちゃったんだよ。で、ですね、ちょっとね、座らしといて何だか一回どいてもらっていいですか？これをね、胸椎だと。で、これ頭ですね。で、まあ、真上から取れるかな。首、背中、首、背中、腰と。こっちが正面。向いてたら、こういうふうにまあカーブがあるわけですよ。こういう S 字に。お分かり？で、この部分っていうのが、抱きかかえて狙う部分。で、この部分が、捻転で狙う部分。で、これが、ケツアジャストで狙う。で、この下、ここ。この、カーブでいうところの、ちょい上のあたりを狙うと。ということで、ちょっとボディを。ここは立っててください。立っててください。これですね、さっき言ったカーブ、ここがこの曲がってる部分、これが抱きかかえて狙える範囲で、この上、これ肩甲骨がありまして、ちょっと肩甲骨に見せびらかしてゴリゴリなっとるよ。この部分だね、この肩甲骨の間に挟まれてこの部分、ここら辺を狙っていくっていうことです。で、ちょ邪魔です、聞いてください、はけてください。お、すごいね、なんか軍隊みたい。俺がすっごい厳しい人みたいだからやめてたってビシッとする。ちょっと映らないんですよ。映らないね。そこでなんかネタこかれてる。まあ起立筋だと思ってください。これ2本で狙うのは骨で狙ってんじゃなくて、実際的には起立筋に膝をこう当てていると。で、押し込んでるような動きに見えちゃうんだけど、実際イメージとしてはこのカーブしてる肩甲骨の間あたりがペラッ
って乗せるような感じ、こうペラッとこう巻き込むように、膝のここに巻き込むような乗せ方をする感じなんですよ。こっちに向けて反らすみたいな。でこれ筋肉をね、そうすると筋肉がこう乗った時にこう伸びるわけ、ギューンって。でそれでギューンってなった時に胸椎にかかってる圧迫が抜けてポポポンといくわけですよ。それを踏まえて上部のみを狙った施術をかけてみたいと思いますので、ちょっとウィッティング座ってください。で一回カメラこっちから見ましょうか。あれ、いやもっとこっちから、ここら辺ですね。ここら辺狙いはここ、これです。で、まあ、大体タオルをこうって、まあ、こうですね。そしてこう、この厚みですね、この厚みしてからここに当てて、ここに膝を入れてまくるようにこう乗せると、膝の上にこう乗せていく感じ、こうやって丸く乗せる感じ、こうドンっていう一撃じゃなくて丸めてこう乗せていく。その時にこの起立筋にピンとテンションかかると。で間違っても背骨に膝当てちゃうと無用な痛みと、ボキボキで鳴るはずのない痛みが発生する。で恐怖感があって固まっちゃって、そうするとこれ絶対鳴らないんで、絶対起立筋に、この起立筋に膝をちょうどこう当てるような感じで、ちょっと手組んでください。でまあいいですか、鳴らさないとしたら、まあこういう感じでめくる感じなんでね、イメージはこう見える、これめくった感じになる、なこういう感じ、起こす感じ、それでわかる。でこれでダラーッと力抜いて、でこれでこういう感じ、今もう完全にこう乗せた感じ。そうするとここの圧力と、こういうふうに乗せるときにかかる筋肉の緊張のストレッチだね、緊張というかストレッチによって中が緩んでいい角度に入ると。でこれで一回立って、これで手組んで、でこれでどうしても、それでも言ってもいきなりポンと肩取ったらできるわけじゃないんで、この肩でたったままこう鳴らすでしょ。でこれでも立ったまま鳴るの、鳴るいっちゃ一緒だ、インパクトはちっちゃくなる、ダラッとしてどっちかね、そうそう、鳴りませんでしたねさっきねやっちゃいましたけど、そうなんですよ、さっきねもう一本別やつでね、ちょっとね詰まってなって、ただこの動きで詰まってれば鳴る、鳴るんだけど実際に鳴らしたい本数よりも2本3本少ない。痛くん今4本5本になってた。なりましたね。だ詰まりが多ければそのぐらいになる。で脱力させてこう丸くこうやって出てるもんなんだけど、これをこう丸く乗せるような、膝にこう丸く乗せるようなイメージでスッと持ち上げると、そうすると綺麗な圧力がかかりますということです。どうでしょう、整体師っぽかったですか。でこれが綺麗に入ると何が起こるか、あれ、3発目、あっお前もしかしてウェーブの練習してきたの。ウェーブ系整体院ユアンドからのこれ怒られないですか、大丈夫ですか。確実に本人の耳届いたらちょっと一声あると思う。たくさん大人ですから、いきなりリボーンしてこないと思う、はい、という感じでですね、これからもですね、ちょっとなんかね、ちょっとモザイクをかける感じでネタ合わせているわけですけどもねという感じで、まあ、またですね、わからなければ、まあ、質問していただいても結構ですし、あのマシュマロでこれこれこういう、特に、まあ、骨系のなんか質問とかあれば、まあ、あとはえぐい質問とかね、うん、恋の悩みとか、一番好きなのは恋の悩みですね好きなジャンルは恋のリーサルウェポンなんで、そういうのを送っていただければ、まあ、コメント欄でも全然構わないですけどね、お待ちしておりますということで、ご理解いただけましたかな。ご視聴ありがとうございました。止めねえかよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。キモ